チュニジアの歴史、チュニジアの歴史、チュニジアの歴史では、現在のチュニジア共和国に相当する地域の歴史について述べる。ルイジルーカカバンリスフォルツァは、現在のチュニジアにあたる地域には、紀元前1万年頃に、西アジアから現地中海人種とされる人々が移動してきたとする説を唱えている。タドラルトアカクス、1万2千年前やタッシリナジェールに、 代表されるカプサ文化、1万年前から4000年前へと呼ばれる、石器文化を築いた人々が、ベルベル人の先祖と考えられており、シュニジア周辺から北アフリカ全域に広がったと見られている。カプサ文化は、北アフリカでは、以前に存在した。紀元前4000年頃に、サハラが乾燥し、砂漠化した。戦士時代以降、内陸部には、 ベルベル人が居住するようになっていたが、沿岸部には地中海交易で活躍していたフェニキア人が交易拠点としてこの地に移住し、紀元前814年頃にカルタゴ市、ティールスの植民地が建設された。カルタゴ帝国は商業を拡大する中で地中海やアフリカ沿岸に探検や入植市建設を行い来たアフリカやシチリア島、サルデーニャ島、コルシカ島、 バレアレス諸島、イベリア半島東部に植民地を築き、勢力下に置いた。アフリカは古代においては、現在のチュニジアにあたる地域のみを指す言葉だったが、後にアフリカ大陸全体を指す言葉となった。紀元前6世紀から、シチリア島をめぐって、在地のギリシャ人植民地と対立し、三次にわたるシケリア戦争が繰り広げられた。紀元前六十四年から、 イタリア半島で勢力を伸ばしたローマ共和国との惨事に渡るエニ戦争を繰り広げた。第一次ポエニ戦争では敗戦によってコルシカとサルデーニャを失った。第二次ポエニ戦争ではハンニバルバルカに率いられたカルタゴ軍がアルプス山脈を越えてイタリ半島に侵入しローマを存亡の危機に脅かしたがローマが体制を立て直すと スキピオ・アフリカヌスの率いるローマ軍がアフリカに上陸し、ザマの戦いでハンニバルを破ってカルタゴは敗北した。敗北したカルタゴは、アフリカ以外のすべての領土を喪失し、多額の賠償金を課せられたが、カルタゴは、驚異的な速度で復興し、賠償金を完済した。カルタゴの復活を恐れたローマは、第三次ポエーニ戦争で、カルタゴを征服し、 紀元前146年にカルタゴは滅亡した。カルタゴが滅亡すると、領土はすべてローマのアフリカ族州に組み込まれた。ローマ共和国の統治下で、カルタゴ史は再建され、北アフリカの中心都市として栄えた。ローマ風の建築物が建てられるなど、ローマ化が進み、キリスト教も普及していった。ローマ帝国の東西分裂後、チュニジアは、 西ローマ帝国の統治下に置かれた。5世紀になると、ゲルマン系のバンダル人が侵入し、バンダル王国が建国された。バンダル王国は一時に地中海の聖海権を抑えて繁栄したものの、534年に東ローマ帝国のユスティニアヌス帝によって滅ぼされ、これ以降は東ローマ帝国に組み入れられた。7世紀から、 イスラーム勢力のウマイア朝がチュニジアにまでジハードを観光し、アラブ人の侵入が進んだ。640年以来カルタゴはアラブ艦隊の攻撃を受けるようになり、670年にはアラブ人支配地域でカイラワーンが建設された。東ローマ帝国とベルベル人は共同でアラブ人と戦い、683年に襲撃してきたアラブ軍を撃退した。 この敗退によってカイラワーンはベルベル人の支配下に置かれたが、六百八十八年にアラブ軍がカイラワーンを奪回し、その後の遠征によって六百九十二年にカルタゴは、ウマイア朝によって攻略された。六百九十七年に東ローマ帝国がカルタゴを再攻略したが、ハッサーン率いるウマイア朝軍に、ベルベル人を率いた女王と、東ローマ帝国の連合軍は、敗れ。 698年にアラビア人がカルタ語を再ダッシュし、カーヒナは戦死した。こうして、紀元前から続いたローマ人のアフリカ支配は終焉し、ベルベル人はアラブの支配に服することになった。征服後、この地域の中心はカルタ語からカイラワーンやマフリーヤに移動した。チュニジアはアラビア語でイフリーキアと呼ばれるようになり、 イスラーム教徒のアラブ人が土着のベルベル人支配したことで、この地域のイスラーム化、アラブ化が進められた。チュニジア征服後アラブ人は、精神し、スペインに達して、西元王国を征服した。七百三十七年には、在トユナ大学が創設された。しかし、不正な統治が続いたため、征服直後から、ベルベル人とマシュリクから流入したハワアリジュ派が、連合して、 ウマイヤ朝の支配に反乱を起こすようになった。その後アッパース朝の支配下に入ったが、アッパース朝カリフの指導力低下に伴って、800年にイブラーヒーム分アグラブがアグラブ朝を建国した。アグラブ朝は名目上アッパース朝の属国だったが、実際には独立していた。アグラブ朝はシチリア島に遠征し、831年にパレルモを攻略した。 イタリアの諸公は反撃したが効果は上がらず、10世紀までにシチリア島全土がアグラ部長の支配下に置かれた。この時代にはイスラーム化とアラブ化が進み、在ーなモスクやカイラワンのモスクの造営が行われた。10世紀に入るとマシュリクからイスマーイール派が流入し、909年にアグラ部長は滅ぼされてファーティマ朝が成立した。 ファーティマ朝は建国当初よりカリフを称して、メソポタミアのアッバー朝との対立姿勢を強く打ち出し、ムイツの地勢において、イフシードアサを倒して、エジプトにまで勢力を伸長させた。エジプト征服後、ファーティマ朝はマフディーアからカイロに移転したため、イフリーキアの統治は、ズイール家に任され、973年に、ブルッキーン、イブンイコールズイーリーによって、ズイール朝が成立した。 第二代のマンスールがファーティマーサからの独立を宣言し、その後ズイール朝はアッパース朝の総主権に服したが、11世紀初頭に内紛によって国家は分裂し、1五5 0年のアラブ系のスライム族とヒラール族の侵入により、チュニジアは大混乱に陥った。ズイール朝はこの混乱を収めることができずにカイラワーンを放棄してビジャーヤに逃れ、チュニジアは 都市国家が乱立する無政府状態に陥った。スライム族とヒラール族の侵入によって、ベルベル人が多かった農村部でも、チュニジアのアラブ化が進んだ。チュニジアが衰退する中、イスラームの勢力圏だった。シチリア島は、キリスト教徒のノルマン人によって奪還され、ズイール朝は1140年に、シチリア王国の俗国となり、1148年に、滅ぼされた。 ズイール朝の滅亡後、イフリーキアはモロッコから勢力を伸ばした、ムワッヒド朝の征服下に置かれた。1229年に、ムワッヒド朝の統治から、チュニス総督だった、ハフス家のヤフヤーが独立し、ハフスアサが成立した。ハフスアサ成立以来、チュニジアの中心は、カイラワーンからチュニスへと移った。初期のハフスアサは、 シチリア王国を統治していた神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世と友好関係を結び、ジェノバやバルセロナ、ベネツヤの商人との通商関係を築いた。ローマ教皇とアンジューハクシャルルによって、講演したウフェンチョウが滅亡すると、シャルルはシチリアの支配を盤石にし、地中海帝国構想を実現するために、兄のルイ9世にチュニジアへの従事を要請した。1270年の 第八回十字軍では、カペアサ、フランス王国の西王類がチュニジアに侵攻したが、類旧世は病死し、スルタンムンタスイルによって十字軍は撃退された。西は、アルジェにまで至る領域を支配したハフス朝だったが、14世紀に入るとハフス朝内で諸勢力が分立し、1347年には、モロッコのマリーン朝にチュニスを奪われるにまで弱体化が進んだ。 1370年に即位したアブール・アッパースは、ハフス・アサの再統一事業を行い、1394年に即位したアブ・イコール・ファーリスによってハフス・アサは再び北アフリカの強国となった。1492年に、レコンキスタによって、スペインがナスル朝グラナダ王国を滅ぼすと、北アフリカ一帯に亡命アンダルシア人が流入し、チュニジアにも、 アンダルシアのムスリムやユダヤ人、セファルディが定着した。16世紀に入ると、領内の分裂が加速した。同じ頃に、トレムゼンのザヤアン長が、スペインの攻撃によって弱体化すると、1533年にアルジェを支配していた、バルバリア海賊のバルバロハイレッティンは、オスマン帝国に侵入した。1534年には、オスマン帝国軍によって、チュニスが攻略され、 アルジェリア方面から攻撃を開始したオスマン帝国からの防衛のために、スルタンのハサンは神聖ローマ皇帝カール5世に援軍を頼み、1535年にスペイン軍がチュニスを攻略し、ハサンの福井と共にハフスアサはスペインの保護国となった。しかし、オスマン帝国の勢いは止まらず、1550年にトレム戦が陥落し、ザイアーン朝が滅亡し、 1574年には、オスマン帝国の水難パーシャによって、チュニスが陥落し、ハフス・アサも滅亡した。ハフス・アサの統治下では、歴史序説を表した、歴史家、イブンハルドゥーンなど優れた学者が現れ、チュニスは、北アフリカの学問の中心地として栄えた。1574年にハフス・アサは滅亡し、チュニジアは、オスマン帝国の俗領となった。 当初オスマン帝国は、米、パシャと呼ばれる軍司令官をチュニジアに派遣したが、オスマン帝国の弱体化が進む中で、米を名乗るトルコ系の軍人たちはパシャから権力を奪取し、イスタンブールのオスマン政府から独立した統治を行うようになった。米の地位は世襲化され、1613年にが成立した。こうして成立した王朝は、オスマン帝国に功能を支払い、 形式的にオスマン帝国のスルタンに米への称号を受けた。この時期にほぼ現在のチュニジアの領域が確立した。内政面ではトルコ系の軍人が徴用され、土着民は政治から遠ざけられた。17世紀初頭にスペインでモリスコの追放が進んだため、チュニスは多くのモリスコを受け入れ、8万人以上のモリスコがチュニスに居住するようになった。 マグリブではマーリーク派が優越していたが、オスマン帝国の公式方角はハナフィー派だったため、ハナフィー派のモスクの建設が進んだ。外交面ではチュニスはオスマン帝国から実質的に独立していた。さらにこの時代にチュニスはアルジェと共に北アフリカのバルバリア海賊の大拠点となり、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国は、フサイン朝が衰退する19世紀半ばまで、 自国の船舶の安全を確保するために、チュニスの米に効能を行った。1705年に、ムラード町が滅亡すると、同年フサイン町が成立し、フランス統治時代を挟んで252年間に、渡り統治を行った。1824年に即位したフサイン2世は、1831年に、チュニジアの国旗を制定した。世紀前半より、 東から1835年に、当地で自立していたカラマンリー・アサ、リビアを再征服したオスマン帝国の圧力が強まり、西からは1847年にアルジェリアを征服したフランスの圧力が強まる中で、チュニジアは独立を維持するために、エジプトのムハンマド・アリー改革やオスマン帝国のタンジマートに習った、布告強兵政策などの近代化政策を図った。 1837年に即位したアフマドベは中央州権化を進めるとともに税制改革、徴兵制の導入、服装のヨーロッパ化、士官学校の建設、在屈な大学、737年創設の改革、常備軍の新設、国立工場の建設、フランス人軍事顧問団の受け入れなど、布告強兵政策を実現した。また、1846年に 奴隷輸入の禁止も実現され、フランスよりも早かった奴隷制廃止の実現は、フランスの奴隷制廃止論者であり、後に、第二共和制下で奴隷制廃止を実現したビクトル・シュルシェールに大きな影響を与えた。近代海ルニシオカ政策は、アフマド米の没後も続き、1859年に即位したサドク米の時代には、 西岡推進派の官僚だったハイルディーン・パシャが主導権を握り、フランス領事のレオン・ロッシュの助言を経て近代化、イコール西岡が進められた。1861年には憲法、ドゥストールが施行され、チュニジアは近代的な議会や裁判所が備わった立憲君主制国家とな。この憲法はオスマン帝国のミドハと憲法より15年早く制定され、 サドク米はイスラーム世界、アフリカ世界初の立憲君主となった。しかし、1864年に西岡政策による増税や英物の干渉に反対して民衆放棄が勃発すると、大岡主義者が責任を取る形で失脚し、保守派が復権して憲法は停止された。不国強兵政策による借款も大きな負担になり、1869年には、 財政破綻へと追い込まれ、チュニジアは a f 対による財政管理国家に転落した。こうして植民地化の危機が現実のものになったため、オスマン帝国とのつながりを強化する必要が生じ、それまで実質的に独立していたチュニジアは1871年に正式にオスマン帝国の主権下にある子を認めざるを得なかった。 1873年に王家主義者のハイルディーンは復権し首相として財政の健全化のための改革を進めサディー機構の創設などがなされたが1877年に保守派によるクーデターで再びハイルディーンが圧死するとチュニジアの自力構成は不可能な状態となったすでに19世紀半ばより西の隣国アルジェリアはフランスによる 植民地化が進められていた。一方、1861年にリソルジメントを達成した対岸のサボヤーサ、イタリア王国もチュニジアを狙っており、ハイルディーンは列強間の対立を利用して独立を維持しようとしていたが、1878年のベルリン会議では、イタリアとフランスがチュニジアの鉄道不設権をめぐって対立したが、最終的にイタリアが折れ、 西欧列強によって、チュニジアにおけるフランスの優先権が確認された。こうした状況下で、フランスによるチュニジア侵攻が行われ、1881年のバルドー条約、1883年のマルサ協定で、フランスの保護領となった。チュニジア侵攻の結果、米は名目のみの君主となり、事実上の統治はフランス人の総監が行い、 さらに政府及び地方自治の養殖もフランス人が占めた。植民地化後、フランス人農園主によって小麦やオリーブのプランテーションが開発され、イタリア人農民と競う形でフランス人農民が入植し、多くの土地が入植者の手に渡った。1880年にフランス資本によって輪鉱石の採掘が開始され、ンはチュニジアの主要輸出品となった。 1907年には、チュニジア独立を目的とする結社、青年チュニジア党が創設された。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、チュニジアからも若年男性が労働力や兵士として徴用された。戦後、青年チュニジア党は、チュニジア人の市民権の承認、チュニジア人の政治参加、立憲君主制の憲法を制定することを目標に活動を始め、 1920年にチュニスでドゥストール島、立憲島を発展的に解消した。ドゥストール島とフランス政府との交渉の結果、1921年3月にチュニジアの戒厳令が解除された。まもなくドゥストール島から改革党が分裂した。1922年にはナスール米が自らチュニジア人の要求を代表してフランスに憲法制定を要請し、 フランスは妥協案として一定の改革を施した。1926年にはパリでフランス共産党の影響を強く受けたアルジェリア人労働者とチュニジア人労働者が共同で北アフリカの星を創設し、チュニジアにも反帝国主義思想と社会主義思想が持たられた。1921年にチュニジアの人口は209万3900人に達し、 フランス人の比率は総人口の2.6%に達した。総人口のうち約7.4%がヨーロッパ人だった。1929年の世界恐慌により資本主義経済が浸透していたチュニジアの経済も大打撃を受けた。1930年にはカルタゴでアフリカ大陸発のカトリック生態大会が開催されたが、この措置は イスラーム教を放ずる大多数のチュニジア人の不満を呼んだ。1934年にドゥストール島は分裂し、ハビーブ・ブルギーバの指導する新ドゥストール島はチュニジアの完全独立を救した。ブルギーバは同年9月に逮捕された。1939年に第二次世界大戦が勃発し、1940年にナチスドイツの侵攻によって、 第三共和制が崩壊すると、フランス本土では、ビシー政権が誕生した。当初チュニジアは、シャルル・ド・ゴールの自由フランスの呼びかけに応じず、ビシー政権の指導下に入った。1942年11月に、北アフリカ戦線のドイツ軍と、イタリア軍が、エル・アラメインの戦いで、ギリス軍に敗れると、独移領軍は同年中に、チュニジアにまで敗走した。 チュニジアは両陣営の戦場となり、連合軍がチュニジアの数軸軍を破るのは、翌1943年5月のことだった。国中のブルギーバは、ドイツ軍により釈放され、数軸国への協力を要求されたがブルギーバはこれを拒否した。一方、チュニジアを統治していたモンセフ米は、ビシー政権との関係のために、ドツ軍の要求を受け入れざるを得ず、 このために連合軍によって、チュニジアが自由フランス領になると、自由フランス政府は、モンセフ米を対独協力の罪で退位させた。これ以降、チュニジア独立運動の指導者は米から、ブルギーバと、シン・ドゥストゥール島に移ることになる。1945年に、ブルギーバは亡命したが、シン・ドゥストゥール島は、チュニジア労働総同盟と結びついて、 独立運動の主導権を確立し、フェル・ラーグ・ヒ族と呼ばれるゲリラ組織を指導して、フランス政府にして、ゲリラ戦で対抗した。1954年に第一次インドシナ戦争が、フランスの敗北で終わると、フランスのピエール・マンデスイコール、フランス首相はゲリラに手を焼いたこともあり、チュニジアに内政上の自治を認める協定を決議した。この決議により帰国したブルギーバは、新 ドゥストゥール島内で、反、ブルギーバ派の代表だったサラベンユースフを解任し、党をまとめた。オリシもモロッコで、独立運動が公用しており、フランス政府は王政を維持することを条件に、モロッコの独立とチュニジアの独立を認めたために、1956年3月20日に、ムハンマド八世、アルアミイン国を応用して、チュニジア王国は、独立した。 独立後、王国の初代首相には、ブルギーバが選ばれた。翌1957年に、ブルギーバは、米を否定して、共和制宣言を行い、大統領制が採用され、チュニジア共和国が成立した。こうして首相から横滑りで大統領となったブルギーバは、1958年の新、ドゥストゥール党大会で党と政府を完全に掌握し、 同年ヨーロッパ人所有地の国有化政策が発表された。1959年には憲法を制定して社会主義政策を採用した。チュニジアは独自のドゥストール社会主義を採用したものの、ブルギーバの現実的な政策から対外政策は穏健なものになった。独立当初のフランスとの関係は例外的に悪化し、アルジェリア戦争中の1961年に、 フランス軍とチュニジア軍が衝突したが、1963年9月にチュニジアのビゼルト基地からフランス軍が撤退すると、以降、ブルギーバは親欧米政策に徹した。第三世界諸国との関係では、アラブ世界との関係においては1958年にアラブ連盟に加盟した。チュニジアはエジプトのナセル主導の反アラブ主義には反発しつつも1967年の 第三次中東戦争と193年の第四次中東戦争ではアラブ側で派兵した。1982年のレバノン内戦によりパレスチナ解放機構 PLO がレバノンを追われると PLO の本部がチュニズに移動した。アフリカ世界との関係においては1963年のアフリカ統一機構 OAU の原価名国の一国となった。内政面では 社会主義思想とブルギーバによる社会主義に影響を受けたイスラームの協議の独自解釈によって、重婚の禁止、離婚法の制定、ラマダーン、断食の最中の労働の広報化など、世俗的な川が進められた。1962年から3カ年計画が実施され、フランスとの激しい対立政策により、フランスからの援助が得られなくなったために、アメリカ合衆国や、 東ヨーロッパ諸国などの援助により、インフラストラクチャーや教育の拡充が進められた。経済面では1964年に南部で油田が発見され、チュニジアも産油国の一員となった。アフマド・ベンサラー経済省による農業の集団化が進められたが、累積債務の増加など経済政策の失敗が明らかになると1969年にベンサラーが解任され、 社会主義経済政策は終焉した。1969年にブルギーバは体力の衰えから首相職を設置した。1970年に自由主義者のヘディヌイラが首相に就任するとチュニジアの経済政策は自由主義に路線変更した。1974年1月にはリビアのカダフィ政権と相互にチュニジアリビア両国の合法を宣言し、 アラブイスラム共和国、チュニジアリビア連合の成立が宣言されたが、同年中に崩壊した。この措置には、マスムーリ外相をはじめとする、マッシュリク、東方アラブ諸国との友好を求める勢力の移行があった。ヌイラの政策も当初は、石油輸出や観光業の振興によって経済が安定したが、1978年の暗い木曜日事件と、 1980年のリビアで訓練されたチュニジア人武装組織がガフサを襲撃したガフサ事件によってヌイラは失脚し後を継いだムザーリー首相は事実上の一党制から複数政党制への移行を約束したしかし複数政党制への移行は実現せず1983年にはチュニスで食料暴動が発生するな社会不安が高まりこの事件による 経済低迷により、ムザーアリーは、ブルギーバに解任された。公認のスファル首相が1987年に解任された後、同年10月に、ブルギーバは、ベンアリーを首相に任命したが、高まる。政治不安への国民の不満を背景に行われた、同年11月の無血クーデターによってルギーバは、ベンアリーに解任された。当時84歳だったブルギーバは、 終身大統領を辞し、ベンアリーが大統領に就任した。ベンアリーは1988年に憲法を改正して複数正当性を認め、経済面でも世界銀行の構造調整計画を受け入れて、経済の再建を行い、1970年代半ばから続いていた政治的危機も克服した。このような功績により、 ベンアリーは1989年の選挙で再選された。しかし、同時にあった議会の選挙では、国会は与党が全議席を独占し、事実上の一党制の継続が確認された。1991年の湾岸戦争では、イラクのサッターム・フセイン政権を支持し、アラブ人の連帯を唱えた。1993年には初めて野党の出馬が、 許された選挙が実施された。1990年代には、隣国アルジェリアで、イスラム原理主義組織によるテロが繰り広げられ、内戦に発展したため、アルジェリア内戦、原理主義組織は厳しく弾圧された。2002年には、アフリカ連合、AU の原価名国となった。2010年末に起こったジャスミン革命により、ベンアリー政権は崩壊し、 23年にも及ぶ独裁体制に終止符が打たれた。現在では、イスラム諸国の中では、比較的穏健なソフトイスラムに属する国であり、中東と西洋のパイプ役を果たしている。観光地としても発達し、アフリカの国の中では良好な経済状態である。2011年10月23日、政変後初めての選挙が行われた。 2月末に誕生したカイドセブシ暫定政権の下で政党や広範な市民組織が参加して作った革命の目標達成にための最高権力が民主的協を準備した。ソッカーは10月半ばに解散し暫定政権から独立した選挙委員会を発足させた。一方で若者の失業率は相変わらず高い。2015年3月18日に バルド国立博物館での銃乱射事件が発生。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。